どうもメルトンです。今回は迷惑行為をしていきたいと思います。いや、嫌がらせします。ちゃんとね、なんでお前ちょっと焦り気味に迷惑行為とか言ってんのとか思ったりするし、もうみんなも思ってると思う。もう迷惑行為とかもういいよ、もうやりすぎだよ。いや、みんなね、そういう風に、ね、思ってる人もいるんだけど、いや、視聴者に俺言われたことがあって、お前いつになったらバンされんのいや、俺が一番思ってる。それもうずっと不道徳になって、迷惑行為のゲージがマックスになって、あなたじゃあもうそろそろバンですからね、運営からの告知も来てるのになかなかバンされて寸止め食らってんの。あー、俺もう行きそう、あー行きそう、あーもうね、早く早くしてね、行きそう赤チック、もう止められない、寸止めされてます。俺全然死にません。俺いつになったらバンされるんですか俺は。まあ、だからね、どうやったら、ちゃんとね、運営を怒らせることができるのか、どうやったら、なんつうの、激励に触れるか、日々考えながら迷惑行為をしてるんですけど、今回はね、地味な嫌がらせでアプローチしていこうと思います。これね、どういうことかっていうと、ショックドローンに強化が来て、ショックドローン、加速するようになったんですよ。そこで、俺ね、地味な嫌がらせ思いついたのが、ヒットアンダーウェイ。ショックドローンのショックを当てた瞬間にアクセル全開にして加速し逃げるこれ5ダメージずつ刻み続けて15ダメージを確実に与えるっていうね、クソ地味な嫌がらせ。ね、ド派手な、なんか今監視カメラ光ったな。こういう監視カメラ光るってことは何か意味があるってことだからな。やっぱ遊撃しちゃいますかそう、だからランクがちょっと高くなってくるとなんか意味あることしかしないからね。そう、光ったらなんか絶対周りにいるからね。そう、ヒットアンダーウェイ、これね、アーマー1枚そげるから、なんだっけ、弾丸3発切るの。ほら、一発当てて加速する、一発当てて、あ、俺のこと撃ったね、位置バレちゃうよほらうざいだろ。で、ふざけんなよ、誰だよツイッチって俺のことを通報するっていうね。よしよし、それでは中和していきたいと思います。いつも通り汚れたプレイヤー評価を戻すべく真面目なプレイをしていきたいと思います。実はね、このエコーのね、ドローンにも加速がついたんだけど、こいつはちょっと使えないんだよね。まあ、だから展開シールドを使ったオフアングルの使い方を教えたいと思います。これガチ戦術です。っていうかね、あれなんだよね、正直やっぱアカウント番怖いんだよこんな強気に言ってっけどさ、バンされても別に困んねえしみたいな、隣のオーバーウォッチ村行きゃいいし、あ、加速した、そうみたいな感じに思ってると思われるんだけど、いや本当は嫌なのね。だからもう最悪、シーズンギリギリ、終わりギリギリになっても不道徳が治んなかったら、メルトンさん視聴者参加型八百長推薦マッチやろうと思います味方視聴者で固めて味方に全員に推薦しまくってもらうっていうね、八百長推薦マッチやろうと思ってます動画投稿者としてこれを言っていい発言なのか自分も悩んでるんですけどね。ちょっとね、やばいんで助けてください。もしかしたら力をお借りするかもしれません。あ、ちなみにこれオフアングルです。このオフアングル盾、これマジで強いんだよ。で、このドローンの加速を使ってちょっと今からね、ピークしに行くんだけど、これね、一回天井に貼り付けなきゃいけないからね、逃げらんないんだよね。行くぜ。あ、ちょっとこ行けない、危ねえ。そう、だからヒットアンダーウェイができないんだよね。もう一回行くぜ。これ不動徳です不動徳です。これね、ピークすんじゃん。これ展開シールド置いてないと思ってんの、敵で。この展開シールドって何のために置いてあるかっていうと、これ展開シールドでいつもみたいにピークして殺すんでしょ。いやいやいや、ピークしない。これ威嚇程度の射撃をして周りのやつらに殺させる。これだから展開シールドを置くとヘッドラインをしゃがみにすんのね。敵がそのしゃがみで出てくるから、展開シールドって。だから展開シールドにエイムを合わせさせるためにここで俺が釣る。だからスタン飛んできてもう逃げずに、もう俺ガチ耐え、縦裏ガチ耐え、だから周りに殺させる。左にロテホあるでしょ。だからなくなってる。まあいいや、もう生きてってます。これもガチ耐え、もうピークしない。はい、外してる。これオフアングルだからね、ようやく気づいたね。はい、ちょっと当てて、もうこれ困る。はい、もう俺のキルじゃないの。あ、もう味方殺してるこれだから
このゲーム自分一人で倒すとかじゃなくて、これなんかその視線をね展開シールドに集めさせるって技でもこれ倒せるから。ねえ、なんか今日見応えないとかって思われてんのかな。いやでもさ、こういう動画一番使えると思うんだよねあのゲーマー視点だと一番使えるんだよね、こういうあの動画。何かっつったら、さっきの展開シールドのやつとか戦術としてガチで強いからな。え、あそこのマップであの盾置けるんだ、すごいってなるところなんだけど、なんかオタクにしかわからんかって感じ。っていうかね、ドローンの加速に関しては本当にツイッチマジで強いから、あのヒットアンダーウェイができるっていう関係でこれめっちゃ強いの。え、じゃあなんでエコー紹介したの。エコー、あいつはまあこいつも一応加速されたし、加速追加されたし、念のため紹介しておくかって感じ。尺伸ばしにもなるしな、ビジネスです俺がオーバーウォッチでプラチナ停滞しと一緒、あれもビジネスです、一緒です。いや、雑魚演じるのきちーって言ってるから怒んないで、ね、お腹空いてる、空いてるということはもしかしたら落ちる可能性があるということ。なんか穴が空いてるな、みんななんかここで考えることは、考えないやつもいるんだけど、こういうゲームはなんか空いてたり壊してたり光ったら何か考えてんの、敵が企んでんだよ、その時考えた方がいい、きっと考えてる敵もいや敵もちゃんと階段でぼったちだけど、いやきっと考えてる、何考えてる。そう、でもみんなもね多分言われてると思う、シルバーブロンズなんてゆるキャラみてえな立ち回りしてるもんな、あいつら8割とチーカーみてえだしとかってバカにされてムキーってなったことあると思うんだけど、じゃあなんで君たちが8割チーカーって言われてるか、これ理由があるの。さっきのアクアのバリケード開いてる時も、なんだかバリケード開いてるね、ふーん、なんだか風通しいいみたい、最近涼しくなって冬も近いねみたいな感じで会話してんじゃないの違うの、8割とチーカーじゃないやつはちゃんとあそこで異変を感じる。ん、楽してるな、みんなね涼しいねとか風通しいね考えんじゃないよ。あ、これねクラッシュの盾はね障害物判定ないから普通にケツ当てられますはい、15ダメージ、はい、もう一回いくよ、次もう一回当たったら30ダメージだね。これ相手もう三角です、ラスキルスナイパーなんで135ダメージなんで結局ワンパンです。お疲れ様でした俺はあんま意味ないです。まあソニックバーストちゃんと加速を使って当てる裏技やります。なんで話し方がねっとりしてるのか分かりません多分これ俺心理的には不道徳になってるのがすごく気になってて、正当になりたいっていう多分思いがこういうちょっと爽やかっていうかちょっとエリート感出してんだと思うちょ俺の心理が今出てたわっていうか、なんでお前いきなりブロンズシルバーに対してのこと言ったんだよって思ったと思うんだけど、いや最近ブロンズシルバーの子たちとゲームすることが多くて、あいつらの生態を最近知り始めたんだよね前なんかシルバー隊なんて家でしょ、もうあいつら死んでるやつらだしな、ブロンズなんてもう汚物でしょ、うんちと一緒だしな色過去に言ったことがあってね、本当によく炎上しなかったなって思ってるんですけど、最近ねそいつらと遊ぶことがなんかあって分かったんだよね、あいつらね疑問を持つことを知らない。だからみんなももしランク上がんないとかって普通に初歩的、もう初心者ていうかこのゲーム特にだね、穴が開いたりよくすると思うんだけど、疑問に思った方がいい、なんで穴開いてんだろう、なんでカメラ光ってんだろう、小さいことになぜをつけた方がいいね、これガチで上手くなるコツだと思う、ゲームの。なんかチーカーたちと遊んでて思った、あいつらなんかもう穴開いてたり何か光ってもチーチーってなってんだよね、チー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 鳴き声やってるみたいなごめん、ちょっとごめん言い過ぎた、でも何も考えてない、なんか疑問に思うね、やばい、これそろそろ、え、なんかグレネードの、あ、俺や、もうこれね、やばい、なんかこれロックされてる、俺やばい、落ちやばい、俺エコードローン全部失った、チッチ加速とかもうどうでもいいや、スモークグレネードやばい、おさたてとモンターニュと、あー、これ味方が前で守ってくれてるのありがてえ、これは俺のフッカー外のやつを見てあげるだけ、下のやつが死んだな、これ N 回怖えな、え、待てよ、グラゾークだこれ、え、何ここだな、音的にここ左奥強い、下殺してくれてる神、じゃあ N 回来ない、
ってことはサウス側に2人と多分外に1人だ。ん？これ降りた音？プラント音と中とこれ敵部隊が1人残っている。ラペか？あまあまあ、わおおわお、今のうますぎということで皆さん真似してみてください。もうエコーとかどうでもいいわ。はい、メルトンでしょ、バイバイ。